京都競馬、11レース、京都大象点、2400です。能力偏差値ですが、B ランク3頭 C ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定200を打っています。2枠2番ベラーズールです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では5層前に黄色線を上回っています。 能力的には上位混戦の一等で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、5送前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が2400、2400は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、 レース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬は不在です先行タイプが3頭いますこの一角侵入予想図の状況からはスローペースが予測できます先行勢に展開の利がありそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は後ろから 後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は46で11位です上がり指数は73でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですスローペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のプラス評価をしていいですレース感覚を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は 15週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠4番、ディープボンドです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、 連資角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が3200、4層前は紫の丸が2500、2500が適距離ですが、過去1年、2500以下の出走履歴がありません。2400への距離短縮適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は5番手からの競馬です。4走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は89でトップです。上がり指数は64で10位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。スローペースも味方しそうで、展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。今回は、 15週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています4枠6番ボッケリー2です能力偏差値は3位で偏差値ランクは b ランクとなります金5層では3層前に黄色線を上回っています特に3層前は黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています 能力的にはは上位混戦の一等でで連帯四角は十分ですす距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は紫の丸が2500昨年の10月は紫の丸が24002400 24は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は7番手からの競馬です 昨年の10月は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は67で7位です。上がり指数は66で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。 ババが渋ると指数を上げています明日もババが渋ればプラス評価していいですレース間隔を見ていきます今回は15週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています5枠7番プラダリアです能力偏差値は4位で 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと4層前は 紫の丸が2200昨年の10月は紫の丸が30002400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は5番手からの競馬です昨年の10月は9番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は69で4位です上がり指数は68で6位です 先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。6枠10番、ヒートオンビートです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前五5層前に黄色線を上回っています。能力的には 上位混戦の一頭で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が25002500が適距離ですが過去1年2500以下の出走履歴がありません2400への距離短縮適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は5番手からの競馬です 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は68で5位です。上がり指数は71で4位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。 馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は19週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定20丸を打った2番の対戦成績は、4番に対し0勝2敗、7番に対し0勝1敗と負け越しています。2番の対戦成績にはリスクがあります。暫定丸を打った4番の対戦成績は、2番に対し二勝0敗、6番に対し二勝0敗、7番に対し一勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は高評価できます。 暫定黒三角を打った6番の対戦成績は、2番に対し、1勝3敗、4番に対し、0勝2敗、7番に対し、0勝1敗と負け越しています。6番の対戦成績には、リスクがあります。暫定白三角を打った7番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。暫定×を打った10番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。 以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは4番ディープボンドです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離とレース間隔にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは2番ベラーズールです。能力偏差値はトップの B ランクです。レース間隔と 対戦成績にリスクはあります。距離と展開を高評価しました。黒三角を打ったのは7番プラダリアです。能力偏差値は4位の C ランクです。レース感覚と調子を高評価しました。白三角を打ったのは6番ボッケリーニです。能力偏差値は3位の B ランクです。レース感覚と対戦成績にリスクはあります。バを打ったのは10番 ヒートオンビートです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離とレース間隔にリスクはあります。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。